第3章親分調べちゃみましたが驚きの三時はあの晩長年の衆と一緒に有田へお参りに行って首相らしくおこもりなんかしてやすよ。八五郎はその日の夕刻平治の家へ第1回の報告を持ってきました下総屋の鬼太郎は 下草屋は主人の喜太郎の他に、いとこのおみつと小僧一人の所帯ですが、小僧は店の次のまで寝てるし、喜太郎は久しぶりでわらじの夜鍋を休んで、奥で遅くまでおみつと話なんかしていたそうですよ。これはおみつが言ったことですから嘘じゃありません。若え娘の言うことは何でも信用するのが八五郎の癖だ。 それからこれは狼の話とは別ですがね。お絹は近頃、驚きの惨事に愛想を尽かして避けるようにしていたと言いますが、突っ込んで調べてみると、去年の暮れあたりから、佐久間町の小間物屋で、春屋のせがれ、ユーザというとんだ鳴平男と年頃になり、あがなすきがな、相引きをしていたそうですよ。八五郎の報告には、思いもよらぬ新しい面があります。そのユーザーは、ゆんべどうした それがよく分からねえから不思議じゃありませんか当人は生温かくて気持ちがいいから両国の辺りをブラブラ歩いていたといいますがねそいつをもう一度念入りに調べてくれえ八五郎はもう一度飛び出しましたが一晩奔走してそれ以上に大した手がかりをつかんだわけではありませんその間に顔のいい御用聞きで入船ちょぼのサタロボというのが のをあの晩お絹をおびき出して柳原の土手まで連れ出しそこで殺したにそぼいないというのですが困ったことにはユーザにはお絹を殺すほどの動機がなくその上お絹の喉笛を噛み切ったのは合口でも脇差しでも出刃包丁でもなく狼の牙でないとすればその武器はサタロウには。 想像もできなかった種類のものらしいのです。事件はこうして花から迷宮にぎりましたが、それから二日目、八五郎は思いもよらぬ大きな手がかりをつかんできました。あ,あ、底辺だよ。合わさねえか八。お前が底辺を持ち込むたんびに、俺の寿命は三年ぐらいずつ縮むような気がするよ。平次は対して驚く様子もなくニヤニヤしながら心細い。 植木のを焼いておりましたすると一月に90年も寿命が縮むわけですね。親分は恐ろしく長生きでふだけちゃいけねえ。何が言って大変なんだ。お絹を噛み殺した狼の正体が分かりましたよ。誰だいそいつは。よっぽど親分にそう言わずにあげてしまおうかと思いましたが困ったことに縛ったところで送り込む場所がねえ。天狗か幽霊といったようなものか 犬ですよ、親分。犬狼よりすげえ奴だ。牛ほどでっけえ。犬は犬でも火炎を吐きそうな犬だ。そんな犬が江戸にいるのか冬から江戸中に熊の犬を売って歩く変な山男がいたでしょう。熊の川の動物かなんか起きて大きな犬を連れたあの男ですよ。阿賀の白山から出てきた五助という男で。 の井だか花くそだか変なものを売り歩いて四つ目の八軒長屋の奥に住んでおりますが近所から文句が出てもニヤルニヤリ笑って手子でも動かねえ妙には怒らせでもしてあの犬をけしかけられちゃうかなわねえから近所の衆は見て見ぬふりをしていますがねそこどお絹が殺されたしの夕方あの野郎が腹の減ったような お犬を連れて柳原のあたりを売れそうもねえ熊の家を売って歩いていたそうっすよ。八五郎の報告は異曲詳細を極めます。そいつは耳寄りだが、お絹の茂刑は喉笛を食い破られただけで犬に食い殺された様子はなかったぜ。犬は血を吸ったんですよ、親分。こんな魔物は何をやるかわかりやしません。犬畜生だって若くて綺麗な娘の血を吸いたくなるだろうじゃありませんか。 八五郎の論理はしどろもどろですがとにもかくにもそんなことも考えられないではありません第四章四つ目に住んでいた熊野井売りの五助はその日の夕刻商売から帰ったところを八五郎の実手で召し取られましたこの取り物に対しては平時はひどく気の進まない様子でしたが八五郎の確信に強引に引きずられたのか それとも他に思うことがあったのか強いては反対もしなかったのです縄を打たれた五助は見るも奇っ怪な囚人でしたいくつきカミソリを当てないのか酒焼きは石川五右衛門ほど伸びて顔の3分の2を埋める凄まじいひげ大きな眼でっかい鼻ヤグの袖のような唇それに手織りの麻の筒袖

アイナの衆に聞いてみるとういからいたようでもありいないようでもありという不ぞろいな証言で一向に取り留めもなく半生を白山の山の中に暮らして日頃明かりというものをつけない五助の生活では近所の衆もかとしたことも言えなかったのです。明かりさえ必要としない人間、これには、 係の役人もことごとく手を焼いてしまいましたせめても問い詰めてもにやりにやりとしてこっちの壺には一向に余ってきませんその上困ったことにゴスケの同居している犬赤と呼ばれる猛犬がゴスケが縛られたとき綱ぼ切って逃げ出しそれきり行方不明になったことですこれもゴスケに問いただしましたがしくしのことだ どこ行ったか俺らにわかるもんかと一向に手に負えないのですこんな日が幾日か続いた後で5月になってからある日の朝八五郎の3度目の大変が春の突風のように平士の住まいを襲ったのですでな八頼むからよしてくれよ今度は、 赤が自主でもして出たというのかそんな気の利いた話じゃありません。全米お台所町の下総屋のおみが行方知れずになり、いとこの北太郎はじめ長年の衆が島の子になって探していましたが、今朝になって聖堂前のお茶の水の崖の中途にお絹と同じように喉首を噛み破られた死偉になって引っかかっていましたよ。行こう、ハも ここんん。ななにに真剣になったことはありません江戸の真ん中で若い娘が続けざまに二人まで王権に喉笛をかみ破られて死ぬということはまさに前代未聞の大きい人事ですお茶の水の崖の上はこちらも向こう側もいっぱいの人手でしたそれを人垣で隠すようにおつのいとこの鬼太郎をはじめ近所の衆湯島五丁目の町役人 下っぴきなどが剣士の役人や平治の来るのを待って生唾ばかり飲んでおります危ない崖を降りて娘の死骸の前に立った平次は「これはまたひでえ」さすがに息を飲みました十八というにしてはすっかり女になりきったお蜜の肉体は明るい朝の日を浴びてあさましいほどまざまざとさらされております。起きぬよりは、 ほっそりしていますが青みを帯びた真珠色の皮膚凝縮が銀のように光ってその上を血潮の網の目で覆った痛々しさは何に例えるものもありませんあどけない顔は恐怖に引きつっておりますが乙女の美しさを破壊するほどではなく顎から下は血潮を浴びて喉笛は笛は 起きぬと同じように恐ろしい4つの牙で見るも無残に引き裂かれております」1「もう一つお絹と同じように下半身は浅ましくも引き裂かれこの死骸に対して下手人の恐ろしい悪意を思わせます」「もしこれが万一小助の飼っている犬赤の仕業であったとしたら世にも不思議なことと言わなければなりません」「ご苦労様で及ぶん。 その驚きの前へ、丁寧ねえに小腰をかがめたのは、三十そこそこの青黒い顔をした、ちょっといい男。貧権力行で評判になった、下大沙の北郎であることは、銭形平治もよく知っております。とんだことだったね。四兵衛御三つはどうへ行ったんだ。町内の桜屋へ参りました。へえ、たった一人で。 お隣のおかみさんでも誘って行くがいいと申しましたがお隣のおかみさんは折りやしく風邪気味だとかでおみつは一人で出かけました日頃の気性で夜分に外へ出ることなんか何とも思っちゃいませんそれにまだ6つ半そこそこで物騒なことなんかあるはずもなかったんです鬼太郎の説明は行き届きますこの男の堅実さと抜け目のない生活習慣を平時は 変石区の間に感じたような気がしましたお密つに縁談でもあったのかええないこともございませんが相手は最初から申さなければ分かりませんがお密つが2年前に下総の在所から両親に死に別れて江戸へ出てきた時は打ち明けて申し上げると私と一緒になるようにと親類たちの差失だったそうでございます本人も私も 下唄の親類たちも、それはことごとく承知しておりますが、一年二年と一緒に住んで、十六の田舎娘が十八の江戸娘になると、わしもおみつも次第に考えが変わってまいりました。おみつは派手好きで、わしのような稼ぐ一方の人間とは、どうも性の合わないことをお互いに飲み込んだのでございます。 夜鍋にわらじを作るようなわしと芝居や物見ゆさんが好きでひがみ比喩に暮らした夜つとはどう考えても一緒になれよう通りはございません。北郎の話は静かで整然として極めて事務的ですがその話の底に一脈の哀愁の流れていることは否むよしもなかったのです。で去年の暮れあたりから わしの方から打ち明けてお互いに一緒になるという話は一応打ち切ることにいたしましたおみつはおみつで気に入ったところに嫁入りしわしはわしで似合いの働き者を探して連れ合いにすれば八方無事に収まると気づいたのでございますでそのおみつの気に入った男でも見つかったのかわしにはよくわかりません そのことだけはおみつもわしに打ち明けてくれませんが何でも佐久間町の丸屋の憂ザさんと年頃にしているとか柳原の三次親分がおみつを追い回しているとか世間ではいろいろ取り沙汰をしておりますが北太郎の話は次第に具体的になっていきます「もう一つ聞いておきていがベイおみつが湯へ行った後おめえはどこで何をしていた?」物置で わらじを作っておりましたおめえは人心証をこしらえたという噂だがそんなに働かなきゃならねえのか平時のような貧乏連れの下江戸っ子にとってはそれは解くことのできない謎だったのです妙理というものがございますそれにわしの作ったわらじは丈夫だそうで山の手からわざわざここまで買いに来るお客様もございますそれはどんな人たちだ飛脚 籠屋などで毎日江戸中を歩いている商人などもよく参ります熊野百りの五助なども来たことだろうええあの怖い犬を連れてよく参りましたおみつはまた若い女のくせに犬が好きでよくあの犬とふざけておりましたが平時には次第に解決の窓が開けてゆく様子です